平野紫耀、神宮寺んぐうじゆうたたっー、社長合流新たなメンバー発表14日なせ配信にも注目注目。日本の人気アイドルグループであるキング・アンドピスの元メンバーである平野紫耀さん、26歳、と神宮寺うじゆうたさん、25歳、が芸能事務所、とべ、の社長である滝沢秀明さん、41歳、と合流しました。 彼らのファンクラブには多くのアクセスが集中し、待ち時間が一時的に12時間以上にもなったと報じられています。また、14日には新たなメンバーの発表が行われる予定で、それに合わせて生配信も行われることが注目されています。5月になってから、平野耀さんと神宮寺勇太さんは YouTube の生配信を通じて、 滝沢秀明さんが社長を務める芸能事務所、戸部に所属することを発表しました。この生配信は100万人以上の人々が同時視聴し、三宅健さん、44歳も先に戸辺に所属している彼らを祝福するために駆けつけました。この発表を受けて、ジグヒラ、ヒラの仕様さんと神宮寺雄太さんの愛称、 の人気はますます高まり、ファンクラブサイトでは入会申し込みが殺到しました。その結果、待ち時間が12時間以上にもなる状況となりました。さらに、彼らのインスタグラムも開設からわずか4日目で、平野さんのフォロワー数は277万人を超え、神宮寺さんも179万人を超えるフォロワー数を獲得しました。 このインスタグラムの解説について、神宮寺祐太さんは平野潮さんに対して、どんな写真をあげるかとか、もう決めてると尋ねました。すると平野潮さんは、寝像が毎日すごいから、と答え、神宮寺祐太さんは、寝像が毎日すごいって何でわかるのと返しました。これに対して平野潮さんは、あ、寝像じゃないシングセだ、と訂正しました。 彼は事前にシングセス姿をインスタグラムに投稿することを宣言しており、実際に9日の夜に早速その写真を投稿し、神宮寺さんもツーショット写真を載せてファンを喜ばせました。さらに、YouTube では14日に新たな仲間たちとの生配信が行われることが発表され、誰が登場するのかが注目されています。 ファンたちは新メンバーの発表とともに、彼らがどのようなパフォーマンスを見せるのか楽しみにしています。平野紫耀さんと神宮寺勇太さんの加入により、戸辺はますます注目を浴びることとなりました。彼らの新たな活動やパフォーマンスに対するファンの期待は高まっており、これからの彼らの活躍にますます注目が集まることでしょう。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。